マイルバンクの9番って言うんだ。
師曰く、智者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ。智者は動き、仁者は静かに。智者は楽しみ、仁者は命流し。もみじ山。落山園の借景として京都から移植された楓の木が見事な紅葉を見せる。が心を惹かれた小川の声優、川底を覗くことができるほど清らかな水。この清流を小川関に取り入れる取水大内、藩邸や武家屋敷、落山屋にはさらに町屋へと、全長20キロにも及ぶ織田家が築き上げた小川関の始まりである。川と関、水と水とが交差する吹き上げの石と、長さ 7.7 メートルの巨大一枚岩を組み合わせた問いが清流の刃。家々の間をひっそりと縫うように流れる小川関も、流れの音がその存在を知らしめ、名水百選に名を連ねる清らかな水は、今でも三箇所の取り入れ口よりいくつもの小関へと分けられ、屋敷をめぐり生活用水や庭園用水となる。家臣すべての屋敷に水を送るために作られた小関からは、当時の高度な技量が忍ばれ、武士や町人の暮らしを支え、動力として水車が回り、流れは下流の水田をも潤した。織田家の時代から400年以上もの長きにわたり、住民の生活に根付き、暮らしを豊かにしている小川関。輝きながらとうとうと流れる小川関は、この町を象徴する。にそぶ桜並木が艶やかな装いを見せる4月。桜祭りとともに武者行列が催され、
総勢200名にも及ぶ武将たちが当時の町の様子を彷彿させる。